してる。これが分かんなくて。しかも使わないやつだったら使わないじゃん。チョイスが。だから自分ね、はい、沙織に聞いて。あ、おりさん。はい。うん。いや、その時ちょうど、はい、沙織の隣に角間さんもいらっしゃって。その二人がアイデアを出し合って。で、確かに最終的に自分が、はい、ちょうどね、そういったお店に行って、はい、これかなって思ってます。嬉しい。お気づきでしょうか。松岡雄一先輩が私のことを急に、はい、今まで大西大西って呼んでたのに急に沙織と下の名前で呼ぶようになったことを。そんな、なんかもう変に妄想がわーってなってる人いるかもしんないよ。そうだよね、うん、急にね、あいつら付き合い始めたのかみたいな。あ、ぴょー、そんなわけ待って、今きっとありがとうって言ってくれる人もいたよいやさ、うん、なんかベルママの打ち上げね、最終回のアフレコが終わった後にみんなでご飯に行ったんですけど、うん、はい、なんか私は全然その会話には参加してなくて、うん、何が取り行われてたのか全然知らないんだけど、うん、多分その隣の、まあ、日野さんとか、うん、あとキクコ姉ちゃんとかがいたテーブルで名前の呼び方の話が、はいはい、なんか話題になったのかな。なんか私あんまりわかんないのよ、うん、なんか私そこいなかったから。あ、いなかった、そうそうそう、最初途中から来たからね、うん、でなんかキクコさんは、うん、私ね、キクコお姉ちゃんって呼ばれたいのって、キクコお姉ちゃんって呼んでって言われて、わかりました、キクコお姉ちゃんって呼びます、みたいな感じで、でなんか言ってたんだけど、そしたら急になんか知らないけど松岡さんが沙織って呼ぶわみたいになっていやもう7年ぐらいのね、そんなにか、付き合いですけど急にみたいなここでそう、何のリック、みたいな、そう、ってなって、じゃあ私も吉嗣さんって呼んだ方がいいんですか、みたいに言ったら、まあ松岡さんよりはなんか名前の方が好きかもみたいな言われて、じゃあ吉嗣さんと呼びますねって言ったんだけど、うん、まあ、私はさ、その場限りの女なわけよ。えだってさ、7年間もさ松岡さんって呼んでたのにさ、急に次の日から吉嗣さんって変えられなくない、普通、まあね、だから私はもう松岡さんに戻ったんだけど、松岡さんはすごいよね、ちゃんとソリって呼んでくれててそれが何がきっかけなのか、何の意図があって呼んでんのか、私は全くわからないんだけど。なんか。S ママ、なんか思い出みたいなことありやす？あるよ。あ、そうだ、これ言っといた方がいいのか。俺ね、大西のこと沙織呼びになったの、あの先なの。あ、そうなの？はぁ、うん。しかもそれに、キッコさんも関わってんの。どういうこと？あのね、俺今でも思い出したの怖えんだけど怖えんかいいや、ちょっとよくさ、番組最終回終わった後ってさ、なんか音響打ち上げみたいな、そのあれ、打ち上げとはまた違う、はいはい、その時でのノリの音響打ち上げみたいなのがあって、ね、スタッフさんも一緒に行って、うん、で皆さんと行った時に飲んでたらキッコさんとかの話になって、うん、でキッコさんが主軸になって話が進んでたんだけど、うん、だその時にね、松岡くんって言って、井上、名字で呼ばれるの、私、そんな好きじゃないんだ。ああ。あ、そうなんすか、って言って。あ、じゃあ、なんて呼ばれたいんですか、って言った。お姉ちゃんって呼んで、って言って。そうですね。俺、ここでお姉ちゃんって呼んだら、俺、現場で今後、お姉ちゃんって呼ぶことになるのかなって考えたときに、いや、ちょっとですね、キクコさんで、いいですかね、違う。怖え。キクコさんじゃない。キッコさん。あ、キッコさんだったらまだ。キッコさんだったらセーフなんですね。オッケーみたいな感じになって。あ、わかりました。じゃあ、今後はキッコさんって呼ばせていただくので、って言って、その話で、うん、まあその時、おきつさんとかもいて、うん、で、みんなでなんかその時、りくやくんもいたのか。あ、はいはい、はい、ね。で、もうみんなで、こう、じゃあ、なんて呼ばれたいのかって、もう話になって、ば、うん、って言って。で、大西がちょっと離れた席に座ったんだけど、うんうん、ただその時に、じゃあさ、大西さ、大西だったら、なんて呼ばれたいの、うん、って言ったら、あ、私、名前の方がいいです。って言って、そこから、沙織呼びになったんだけど、そしたらね、これ、ちょっと、これ、最近俺、沙織呼びやめた方がいいのかなって思ったことが起きちゃったの。なんかね、水瀬さんが怖えんだ。それは俗に言う嫉妬的な。嫉妬なのか、あとはいわゆる、
まあ、あえてここは大西っていう呼び方にしますけど、うん、まあ、いわゆる大西の、あるじゃないですか、うん。名前呼びになったら何かあったんじゃないかな、みたいな、はいはいうん。っていうのが関係してるのか、うん、なんか断ることに皆さんが、沙織呼びのことに対して聞いてきて、へぇー。あげく、とあるオーディオコメンタリーの時に、はい、その話をして、今と同じ話を、もうして、たら、それで、正岡さんは沙織呼びって、沙織って言うんですかって言ったら、うん、いや、沙織って言いますけど、なんで呼ぶんですかえ、これ、え、ちょっと、もしかしてみたいな。うん、だから、なんか、変に勘ぐっちゃって、しかもあの二人仲いいじゃないですか。うん、そうね、まあそうですね。ね、二人で旅行に行ったりもして。うん、その時とか、あと、二人で家にいる時とかに、うん、なんか、ね、実際、沙織呼びって呼ばれてどう思ってんの？沙織がさ、みたいな、っていう話をした結果、うん、沙織の方も、なんか、うん、いや、なんか、言われてみたら、なんか、やっぱ、変な感じするかもしれない。ことを陰で言って、それが一周回って、水瀬さんから自分に来たのかなっていうのを、ものすごく勘ぐっちゃって。勘ぐっただけかい。だから最近現場でもね、沙織に会うと沙織って言えないんだよね。だからなんか、本人にちょっともう一回確認しようかなって。まあ確かに。大西に戻していい？先輩が気にしてるぞ、沙織。まあまあ今ならね、今ならなんか素直に言ってくれんじゃん。なんかそれがいつの話かわかんないけど、うん、やっぱ最初の頃のね、まあ俺はサオリンって呼んでるけど、うん、最初の頃のサオリンは意外とね、何でもいいです、何でもいいですっていうふうに結構勢いで言ってた時期があったから、まあ名前は、ね。あ、そっか、それに言って、俺もサオリンって呼ばれるのか。じゃ順番的には自分、うん、内田、サオリになる。うん、あ、内田沙織みたいな名前なんですよ。内田沙織。またいそうだからね。いついそう。あ、そうか、松岡さん。そっか、一番先輩か。そうか、内田呼びなんですね。あ、そうっす。すごい、そっかそっか。で、そう、大西呼びだったのが、急に沙織呼びになってて。そう、私ちょっとなんか、最初戸惑っちゃってて。松岡さん、さらって言ってるけど、大丈夫かなって。もうそう、沙織呼びになってたんですよ。ねえ、そう、ある日突然ですか。とある作品の、うん、はい、飲み会の時に、はい、なんかこれここでする話なのかな。怒られちゃうかな。うん、まあとある作品の打ち上げの時に、うん、まあいろいろあって、はい、まあキッコさんとかもいたんだけど、おあんま聞いててないけど。いろいろキッコさんね。キッコさんとかか、なんかそのいわゆるこうなんかこう呼ばれたい名前とかって。なるほど。どう呼ばれたいかっていうので。っていうので、その時に大西はどういう風に呼ばれたいのとかってあるのって言ったら、普通に沙織でいいですよって言って、そっから。いや、呼ぶんかい。いや、それを、そのまま呼ぶんかいってなりましたけど、あ、そういうことだったんだ。ね、あ、なるほどね。沙織はそれ、どうだったんですか。呼んでくれるんですかってなってました。なってました。そうなんだ。ちょっと別の作品のね、打ち上げの話をしてしまいましたけど。あ、そうなんだ。まあいろいろね、時を経てそれぞれいろんな距離感もね、変わってきて、私もね、松岡さんとこんなにおしゃべりできる日が来るとは思ってもいませんでしたので。なんやかんや共演多いですから ね、まあ、ね、私たちもね。そうですね、うん、まあ月日が経つのは早いですよ。本当ですね。いやー、でもダンマチはこれからもね、いろんな活動とね、皆さんに、まあ2期もね、オンエアになっている頃だと思いますので、そんな話したら最後ですよ、もう。本当ですよ、もう終わっちゃいますよ。ここからのアルテミスがね、いや、私も一緒に行きたい。本当に3人でカウントダウンとかどうする？こういう感じでカウントでもいいよね。さすがにバレるんじゃないか。さすがに。いや、大丈夫ですよ。大丈夫。みんなすっぴんで行けば大丈夫ですよ。そうですよ。だって私前、声優の友達と、うん、なんかネギの専門店みたいなところで、ネギの専門店、ご飯食べてたら、あれ？茅野さんってなってあったんですよね。え、待って、なんか茅野さん
さんはうまそうだなって思うんですよ。一人でカウンターで飲んでても帰らないってバレずに飲みきれそうなんですけど、大西は多分無理。なんでよ、うるさいからってこと。絶対バレるよ。ひどっ。なんだ、え、うるさいから、うんって結構ご飯食べに行くのでも2人がやっぱ多いんだ。ここにもいるの、なんかこう役者同士でご飯食べに行くみたいな。他に松岡さんとか行かないの。行かない。松岡さんと、松岡と2人で行ったらちょっと面白い。遭遇してみたい。松岡さんご飯行きましょう。ないないない。だってアフレコンスタジオでなんか頑張ってサオリンって呼ばれてなかった。松岡さん、そうだ、その話ちょっとどこにもしてないから。何なんかね、瞑想したの松岡さんが急に。何が起きたの。なんか瞑想。もともと私の方がね、事務所の後輩なんで、大西って呼ばれてたじゃないですか。でそしたらなんか別の現場の時に井上きっこさんが、うんうん、なんか井上さんとかって呼ばれるのがちょっと寂しくて、きっこ姉ちゃんって呼ばれるのが一番嬉しいみたいな話をしてて、ね、それでじゃあなんか大西はなんて呼ばれるのがいいのみたいな言われて、聞いてくれたんだ一瞬。そうなんですよ。でもうサオルですかねみたいな言ったら、別に松岡さんに呼ばれる前提じゃないから言ったら、じゃあ頑張るみたいになって、真面目なんで松岡さん、うん、でなんかある日からサオリーって呼ぶようになって、なんか現場がザワザワザワ急に名前で呼び始めたぞみたいな。そうなるよね。そうなんですよ。今もそうなんだっけ。いやそれでなって、でもなんかやっぱり無理して頑張ってるからしんどい。じゃあサオリーみたいになるってことだよね。そうなんですよ。なんかしんどいみたいで、笑いすぎじゃないやつのさ、泣いちゃうもん。笑いすぎて泣いちゃう。そう、それでもう松岡さん楽になりましょうって、もうちょっと意味合いが、楽になりましょうって何。もう無理に触りじゃなくてもいいんですよみたいな言ったら、そのさやかのの劇場版の収録の時にサオリンみたいになって、また無理して、でも多分今は大西に戻ったはず結局瞑想して瞑想して原点に立ち返る。いや大変だったね。大変でしたね。笑ったお腹がよじりきれい。すーちゃんはやすきよっていう。そうなんですよ。私やすきよって呼んでもらってて、うんうん、なんかさやかののもうゼロ期一番最初の時とかになんて呼ばれてたか覚えてないんですけど、うん、ある時を境にやすきよはって急に呼び始めるようになって、何がきっかけだったのって、どうしたんですかって言って、そのあだ名はどこでって聞いたら、確かなんかそのナンバーシックスって別の作品、ノイタミナの作品なんですけど、でご一緒した細谷さん、うん、もう一番デビュー年ぐらいでご一緒した細谷さん、風さんあたりは今もやすきよって呼んでくれるんですけど、どっかの現場で松岡さんが細谷さんとご一緒して、あ、やすきよね、知ってる、やすきよって呼んであげてよみたいな風になんか言ってくれたらしくって、松岡さんそれを私素直に受け取って、わかりましたって感じでやすきよってこう呼んでくれるようになった。でもじゃあやすきよはでも定着してよかった。確かにそうですね。思いやすきよって言いやすいんじゃないですかね。確かになんか、はい、大西ちゃんもなんかさ、ちょっとそういう感じのなんか名前だったのかな。下の名前だったから、サオリじゃなくて、確かにやすのきよのでやすきよ、大西、大沢、大沢、大沢、ちょっと言いづらい、大沢、大沢、大沢、なんかその萱野さんは萱野さんと呼ばれてます。私ずっと萱野さん。そうですよね。今松岡さんですか。うん、え、そうでしたっけ。そうです、そう松岡さん、こんなに共演あるのに萱野さんのこと萱野さんって呼んでるんですか。でも多分敬意を込めての萱野さんなんだと思うけど、わかんないけど、ずっと萱野さんかな。萱野とか、いや、ないかな、多分ラジオの企画とかで名前で呼ぶのも相当嫌がってたから、多分ずっと萱野さんで、うん、アイって呼んでくることはない。ないね急にアイって急にもしアイって呼ばれたらちょっと来てって何があったってちょっと裏に来てってちょっと来て絶対そうなると思う。さすがかやまさん、要望か。松岡さんとラジオでこうもし出会った時の、そうだな、私決めた。お、じゃあここに更新していきますね。言っちゃってくださいな。じゃあどういうところかな。水って書いて、うん、書いてね、ここに。あ、なるほどね。祈りのね、みなせのね、水ね。1、2、
じゃあ読み上げてください。ラジオに来た際は私にも仲良し語にしてくださいっていうこと。仲良し語ってのは私タメ口のことをそう呼んじゃうんだけど、タメ口イコール仲良し語なんだね。そう、あのね AJ の時に、うん、松岡さんはサオリンと前さんには、うん、結構仲良し語だった。それは多分あの事務所の後輩っていうのもあるんじゃない。そう、だけど、うんうん、まあ、今回私も共演してるから、うんうん、ぜひそれをちょっとやってみたい。仲良し語をしてみたい。無理だったらもう次からはいい。諦めるんだね。でもなんか使ってみてほしい。あの、挑戦してみたい。そう、ちょっとでもやっぱ距離をね、せっかくこう、ヒロインと主人公という関係だから。そうだね。そんなにやっぱ作品で一緒にそんな組むことって、ね、運命だと思うので、ぜひ、仲良し語、使ってください。なるほど。っていうステータス。いや、松岡さんはさ、すくすく成長した方でしょ。そうなんだ、知らない。汚くなってないでしょ、だって。ちょっとお兄さん、そろそろ長い付き合いだからさ、沙織って呼んでいい？いいですよ、松岡さんなら。あ、いいんだ。あ、安田くんに言われんの？いいよ。反応の微妙な感じになっちゃう、それ。うん。まあ、そうだよね。うん。